24校、24校、2四校は中国において後世の藩として高校が特に優れた人物24人を取り上げた書き物である。現代閣議、高氏が編纂した、儒教の考えを重んじた歴代中国王朝は高校を特に重要な特目とした。ここに紹介された中には四字熟語や関連する物品の名前として一般化したものもある。 日本にも伝来し、仏閣等の建築物に人物図などが描かれている。また、おとぎ造紙や寺子屋の教材にも取られている。高校端自体は、数多く、ここに取られたものだけが称されたわけではない。ここでは24項の代表的な人物とその、内容を記す、文献によって移動がある、純不動。陸石は6歳の時に演述という人のところにいた。演術は、 陸石のために、おやつとして、みかんを与えた。陸石はそれを三つ取って帰ろうとすると、袖からみかんがこぼれてしまった。演術は、陸石くんは幼いのに、泥棒のようなことをするのかねと言ったところ、陸石は、あまりに見事な、みかんなので、家に持ち帰って、母に食べさせ、恩に報いようと思いましたと言った。演術はこれを聞いて、幼いのに何という親孝行な子供であろうか、 過去現在において稀な心がけであると褒めたたえた。電信、電光、電慶の三兄弟は、親なき後に財産を三等分したが、庭に大きく茂り花を咲かせた木があった。兄弟はこれも三等分しようと徹夜で考えた。夜が明けたので、木を切ろうと庭に出てみると、昨日まで茂っていた木が急に枯れていた。電信はこれを見て、草木にまで心があって、 切られようとして枯れたのであれば、人間ではなおさらである。なんと至らないことであっただろうかと言い、切らずに置くと、木はまた元のように見事に茂った。端子には年老いた両親がおり、目を患っていた。鹿の父が目の薬になると聞いた両親は、端子に欲しいと願った。端子は鹿の皮を身にまとい、鹿の群れに紛れて入った。そこへ両親が本物の鹿と間違えて、 丹子を言おうとしたが、丹子が、私は、本物の鹿ではありません。丹子と言いまして、親の願いを叶えたいと思い、こうやって、鹿の格好をしているのですというと、漁師は驚いてその訳を聞いた。高校の志が熱いのでいられずに帰り、親高校をすることができた。大もの時代に、天下は、乱れ、また飢饉が訪れ、食べるものもなかった。は、母のために、 クワの実を取り、熟していないものと熟したものに分けていた。その時、盗賊、赤火の乱の盗賊と思われるが現れ、なぜクワの実を二つに分けるのかと尋ねたところ、蔡淳は、私には一人の母親がおりますが、熟したものは母親に、熟していないものは自分にと思っていたのですと言った。盗賊も、蔡淳の孝行の心を知り、米と牛の足を与えようとしましたが、 彩俊はその米と牛の足を断りました。そして、彩俊の高校は盗賊たちを感動させて、彼らが赤尾を川の水で洗い、自分の両親に孝行しようとそれぞれの故郷に帰りました。見事に赤尾の盗賊群れを解散させました。孔子の弟子の、敏主剣、敏主剣、試験は辞。意味は、孫は幼い時に母を亡くし、父が再婚して、異母テ二人ができた。 ママ母は、実子二人を愛したが、ケ子の瓶子圏を憎んで、冬になると実子には、綿入りの着物を与えたが、瓶子圏には、足の方を入れた着物を与えた。瓶子圏が、寒さに凍えているのを見て、父がママ母と離縁しようというと、瓶子圏は、母上が去られては、三人の子供は凍えます。私一人が凍えていれば、 弟二人は暖かいのでどうか離縁しないでくださいと言った。ママ母はこれに感激し、インゴは実母のように臨死犬を可愛がったという。高校は母を亡くし、残された父によく仕えた。夏の暑い時には枕や椅子を内輪で仰いで冷やし、冬の寒い時には布団が冷たいのを心配し、自分の体で温めた。これを知った江夏軍の大衆。 龍守は考察を立てて、高香織の高校を褒めたたえた。五毛は八歳であったが、家は貧しく、蚊屋を買う金もなかった。五毛は考え、自分の着物を親に着せ、自分は裸になって蚊に刺された。それを毎日続けると、蚊も五毛だけを刺し、親を刺すことはなくなったという。陽光には一人の父がいた。ある時父と山に行った際に、 虎が踊り出て、今にも二人を食べようとした。妖鏡は、虎が去るように願ったが叶わないと知ると、父が食べられないように、天の神よ、どうか私だけを食べて、父は助けてくださいませと懸命に願ったところ、それまでたけり狂っていた虎が尻尾を巻いて逃げてしまい、父子供に命が助かった。長公と長龍の兄弟は、飢饉の時に80歳を超えた母を養っていた。 好みを拾いに行ったところ、盗賊が現れて、朝礼を食おうとした。朝礼は、私には一人の年老いた母親がいます。今日はまだ母が食事をしていないので、少しだけ時間をください。母に食事をさせれば、すぐに戻ってきます。もしこの約束を破れば、家に来て一家かもろとも殺してくださいと言って、母親の食事を済ませて、盗賊のところに戻ってきた。長隆氏はこれを聞き、 走って、盗賊のところに行って、私の方が弟より太って今いい、私を食べて弟を助けてくださいという、朝礼は、これは最初の約束なので、私が食べられますと言って、死を争った。それを見た、非道な盗賊も、兄弟の後行心に打たれ、このような兄弟は見たことがないと二人の命を助け、さらにたくさんの米と塩を与えた。 兄弟はそれらを持って帰り、さらに孝行を尽くした。テーランの母が亡くなると、テーランはその死を悲しみ、母の木像を作って生きている時のように尽くした。テーランの妻がある夜、母の木像の顔を火で焦がしてしまうと、木像は腫れて血が流れ、二日経つと、妻の髪の毛がすべてなくなってしまった。妻は何度も詫びをするが一向に変わらないので、テーランは驚いて、 木造を大通りに移し、妻に三年間詫びをさせた。すると、人世のうちに、風雨の音がして、木造は元の場所に戻ったという。王法、王法の父、王義が時の皇帝の怒りに触れて、罪もないのに亡くなった。王法はこれを恨み、皇帝のいる方角には決して向かないで座った。王法は、父の墓の前で礼拝し、 片らにあった柏の木にすがって泣き続けたために、柏の木は枯れてしまうほどであった。母は雷が怖い人であったが、その死後も雷が鳴ると、王鵬は母の墓に急ぎ行った。死後の高校もこれほどであるから、生前の高校は計り知れないであろう。王将は母を亡くした。父は五妻をもらい、王幸はママ母からひどい扱いを受けたが恨みに思わず。 ママ母にも大変孝行をした。実母が健在の折、冬の極寒の際に魚が食べたいと言い、大幸は川に行った。しかし、川は氷に覆われ魚は、どこにも見えなかった。悲しみのあまり、衣服を脱ぎ氷の上に伏していると、氷が少し溶けて、魚が二匹出てきた。早速取って帰って、母に与えた。この孝行のためか、大幸が伏したところには毎年、 人が伏せた形の氷が出るという。教師の母はいつもきれいな川の水を飲みたいと思い、魚を食べたいと言っていた。教師と妻はいつも長い距離を歩き、母に水と魚を与えてよく使えた。するとある時、教師の家のすぐそばにきれいな川の水が湧き出て、毎朝その水の中に恋がいた。教師と妻の高校を関心に思って天が授けたものであろう。 妄想は幼い時に父を亡くし年老いた母を養っていた。病気になった母はあれやこれやと食べ物を欲しがった。ある冬にタケノコが食べたいと言った。妄想は竹林に行ったが冬にタケノコがあるはずもない。妄想は涙ながらに天に祈りながら雪を掘っていた。するとあっという間に雪が溶け土の中からタケノコがたくさん出てきた。は 大変喜び、竹の子を取って帰り、熱い汁物を作って、母に与えると、たちまち病も癒えて、天寿を、全うした。これも深い高校の思いが、天に通じたのであろう。各居の家は貧しかったが、母と妻を養っていた。妻に、子供が生まれ、三歳になった。各居の母は孫を可愛がり、自分の少ない食事を分け与えていた。各居が妻に言うには、 我が家は貧しく母の食事さえも足りないのに、孫に分けていてはとても無理だ。夫婦であれば、子供はまた授かるだろうが、母親は二度と授からない。ここはこの子を埋めて、母を養おうと。妻は、悲嘆にくれたが、夫の命には従うほかなく、三歳の子を連れて、埋めに行く。各居が涙を流しながら、地面を少し掘ると、黄金の釜が出て、その釜に文字が書いてあった。 高校な各居に天からこれを与える。他人は取ってはいけないと。各居と妻は黄金の釜をいただき喜び、子供と一緒に家に帰って、さらに母に高校を尽くした。当英は幼い時に母と別れ、家は貧しく、いつも雇われ仕事の小銭で日々暮らしていた。父も足が悪かったので小さな車を作って、父を乗せ、田んぼのあぜまで連れて行き、 農作業をしていた。父が亡くなると葬式をしたいと思ったが、貧しいのでお金がない。そこで、身売りをしてその金で葬式をした。身請主のところへ行こうとすると、途中で一人の美女がいた。美女が言うには、私は、当営の妻となるべく、絹を追って身請け主に届け許されましたと。そして、当営の妻となり、最後に、私は、天の織姫ですが、 あなたの高校な心に感じて天が私にお命じになりましたというと、天に帰っていった。深い高校の心が起こしたことであろう。春は大変高校な人であった。父の名前は、古相といい頑骨者で、母はひねくれ者、弟はおごった、脳なしであったが、春はひたすら高校を続けた。春が田を耕しに行くと、象が現れて田を耕し、鳥が来て、田の草を取り、 耕すのを助けた。その時の天使を行と言った。今日は、旬の高行な心に感心し、娘を見取らせ天使の座を旬に譲った。これも、高行の心が起こしたことである。菅の文帝は、高祖の子である。なおこうと言った。母の薄体号に高行を尽くし、食事の際は自ら独身をするほどであった。兄弟も、たくさんいたが、文帝ほど仁義。 高校な巫女はいなかった。そのため、沈平、周没などの重臣が皇帝に衰退した。高校とは誰もが知っているが、実際に行うことは難しい。だが、高貴な身分で高校を行ったことは、神のごとき志である。であるから、文帝の世は豊かになり、民衆も住みやすくなったのである。三国皇帝権は、宋の詩人であり、現在でも、 死人の祖と言われている。使用人も多く、妻もいたが、自ら母の大小便の便器を取り、汚れている時は素手で洗って、母に返し、朝から夕方まで母に仕えて怠けたことはなかった。一をもって間も知る。その他の高校は推して知るべしであり、三夜の高校は天下に知られることとなった。剣老、湯剣老は、南西の人で、 占領権の役人になっていたが、着任して十日も経たないうちに、胸騒ぎがしてならなくなった。父の病気かと思い、役人を辞めて、家に帰ると、案の定大病を患っていた。剣老が、医師に病状を尋ねると、病人の瓶を舐めて、甘く苦ければよかろうという。剣老は簡単なことだと言って舐めてみると、味が違ったので父の死を悟り、北斗七世。 北極星に身代わりになることを祈り続けた。静章は、七歳の時に父母が蒸発してしまったので、母をよく知らないことを嘆き、五十年が経った。ある時、主久さ島さは役人であったが、職も祭子も捨て、自らの地で、お経を書いて天に祈っていると、旗というところに、母がいると告げられ、遂に母に会うことができた。これも志が深いからである。 孔子の弟子の、宗山、宗信は、ある時焚きを取りに山に行った。母が留守番をしているところに、宗山の親友が訪ねてきた。母はもてなしたいと思ったが、宗山は家におらず、もともと家が貧しいのでもてなしもできず、宗山、急いで帰ってきてくれと指を噛んで願った。宗山は山で焚木を拾っていたが、急に胸騒ぎがするので急いで家に帰ってみると、母が、 ことの行きさつを話してくれた。指を噛んで願ったのが、遠くの、総参に響いたのは高校の心で、親子の情が深い証拠である。当夫人は、目の町村夫人に歯がないのでいつも父を与え、毎朝目の髪を吸いて、その他様々なことで使え、数年が経った。ある時、町村夫人が患い、もう長くないと思って、一族を集めて言うには、私の嫁の当夫人の、 これまでの恩に報いたいが、今死のうとしているのが心残りである。私の子孫たちを、東夫人の高校を真似るならば、必ず将来繁栄するであろうと言った。このように姑に高校なのは過去現在、珍しいとして、皆褒め称いたという。やがて恩が報われ、将来繁栄するのは、当たり前のことである。老来師は、両親に仕えた人である。老来子が70歳になっても、 体に派手な着物を着て、子供の格好になって遊び、子供のように愚かな振る舞いをし、また親のために食事を運ぶ時もわざと転んで、子供が泣くように泣いた。これは、老来子が七十歳の年寄りになって、若く美しくないところを見せると、息子もこんな年になったのかと親が悲しむのを受け、また親自身が年寄りになったと悲しまないように、こんな振る舞いをしたのである。福沢諭吉は、 学問の進め発展で以下のように24項を批判している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。